皆さんこんにちは。事件事故評論家の元気なおじいです。さあ、今回もね、こちらの話題をちょっと、これはね、元気なおじいが個人的に、これなんでだろうってね、今日の動画の中でもね、ちょっとこう、ボソって言った内容なんだけど、ちょっとここをクローズアップしたいと思います。今までの記事を見てね、皆さんもこれを見てると思うんだけども、業務上過失致死傷容疑で、日光機側、ね。で、この記事見て、こっちなのって。海上保安庁のね、貨物機、ね。あの、機長は、ん？は、こっちってね。で、この、まあ、業務上過失っていうのは、全体的にはいろんな大きいことが小さいことまであって、その、気象であったりとか、その業務に携わるところとか、この、航空機側とか、ね、この会社とか、いろんなものがあるっていうのは、わかるんだけれども、でも、今回の件に関しては、おじいがね、ちょっと前の動画で言ったように、電車の例で言ったけども、鉄道を止めたら、止めた人が罪になる。ね。で、いろんな往来妨害みたいなのがあるけれども、電車を止めたら罪になる。ね。どんな事情であろうとも、脱輪してね、止めたりとか、まあ、衝突しても衝突してなくても、止めて遅れたら、すごいお金を請求される。うっかり引かれても、自殺であっても、うっかりの事故であっても、それで、引かれてお金を取られる。ね。元気なおじいのね、同級生も、ね、結構いっぱい電車にはねられた。うん。ほんとね。で、本当にね、電車にはねられて、で、要は鉄道会社から高額なね、請求をされる。本当に家族にしてみたらたまらないよね。うん、家族の命が亡くなって悲しいところに請求、とんでもない請求されるっていうね。で、これって、飛行機にも言えることで、確かね、YouTube かなんかのショート動画でね、飛行機がブーンって着陸で、子供がふざけてね、なんか葉っぱかなんかでこう、バーンって買ってね、やって、何も飛んでないんだけども、当たったら、これは犯罪だよね、みたいなね。そんなショートを見たことある人もいると思うけども、とりあえず、その妨害をしたら、それは罪になる。ね。で、今回の場合は、何がどう見ても、この、海航機の、この、機長が勝手な思い込みで、その、日航機、何も悪いことしない日航機の着陸を妨害して事故を誘発した。これが紛れもない事実なわけでね。で、この海航機のこの機長の行動が、要は、管制塔からの指示があって、ちゃんと許可があって、だから入ったんだっていう。ね。そこを隠しているのか、隠していないのか。だからそこの、どっちなのか。でも、今の情報をまとめる限りは、海航機の機長の勝手な判断、思い込みで、要は、結果的には、事故を誘発した。で、なんで、今回のこれが、業務上過失致死傷が容疑で、日報機が、と、ね、過小路を調べてるのかなって、これがね、不思議なんだよね。例えばね、走行指示は C 滑走路の手前まで、羽田管制と海航機、認識に相違があった。ね、羽田空港で日航機と海上保安庁の航空機が衝突して炎上し、海航機の男性、乗員5人が死亡した事故で、国土交通省は3日、日航機と海航機管制官の更新記録を公表した。だからこの内容分かってるってことだよね。その上で、管制が海航機に衝突現場の C 滑走路の手前まで地上走行するよう指示していたが、実際は海航機が滑走路に侵入して衝突した。こうやってちゃんとなってるよね。海航機の機長が許可を得た上で侵入したと説明していることも、海保への取材で
判明。これはあの関係者って書いてあったけど、解雇への取材で判明した。双方の認識の違いが明らかになり、運輸安全委員会や警視庁などが経緯を詳しく調べる。日航機の搭乗員は同社の聞き取りに、管制からの着陸許可を認識し、復唱した後に着陸操作をしたと説明している。警視庁は3日、業務上過失致死傷容疑で日航機と新滑走路を検証。これ3日だよ。まだこれがさ、2日の段階でまだ何も分かってない段階だったらまだしも、あの3日だよ。で、これらの内容が全部分かった上で、業務上過失致死傷容疑で日航機と新滑走路を検証って、これおかしくね。で、東京空港署に捜査本部を設置し、関係者を事情聴取するなど捜査を本格化させる。東京消防庁も2機を調べた。安全員は航空事故調査員、調査官6人を派遣し、機体の確認を続けた。ということだよね。で、更新記録によると、管制が2日午後5時45分、解放機に C5 誘導路上の滑走路停止位置まで地上走行してくださいと伝え、解放機側も同じ内容を復唱した。どうでしょう。あの、解放機側の方が、要は加害者側であって、そっちの方が、要は業務上過失の率が、10ゼロではないかなと思うんだけどね。管制官解放機に滑走路停止位置まで地上走行してくださいと指示。国交省が管制官との更新記録を公開。日航機解放機衝突事故ね。で、これは3日本日18時37分の最新情報で、羽田空港で2日、日航航空と海上保安庁の航空機が衝突し、5人が死亡した事故で、国土交通省は管制官との更新記録を公開した。斉藤国交省が公開したのは、管制官と日本航空と海上保安庁、それぞれの航空機との更新記録。記録によると、5時44分、管制官は日本航空機に対し、着陸支障なし、と許可を出し、日本航空機側も復唱している。その1分後、管制官は海保機に対し、C5 上の滑走路停止位置まで地上走行してくださいと指示し、海保機は滑走路停止位置 C5 向かいますと復唱していたことが新たに分かった。滑走路停止位置 C5 とは、誘導路のことを指している。これを理解していない機長、副機長だとしたら問題だよね。管制官からは解放機に対して進入許可を出していないことが明らかになったが、解放側の機長は事故後、滑走路の進入許可を得た上で進入したと説明したという。だから、その内容が、要は、この解放側の要はボイスレコーダーと、あと、まあ、やり取りの腰の2つだよね、要はね、だからブラックボックス回収した上での本当に滑走路の進入許可を得たのか、でそういうに、これをそういう認識だったっていう、関係者のお話の記事と、これは機長は事故後滑走路の進入許可を得た上で進入したと説明した。これは海保側の、機長は事故後機長が言っていたセリフ。これね、関係者によるとではなくて機長が言っていた。で、機長が言えるのか、ね、で、視聴者様からの意見は、国土交通省は責任が自分に降りかからない情報だけを出してくるな、ね、
やっぱり、疑いを持っている。そしてこんなコメントも来ていました。大やけどを負った海保の機長はまだ喋れる状態じゃないみたいなことを今日だったかニュースで言っていたと記憶しています。なので、もう大丈夫なのとまず思いました。筆算とかはできる状態だったんでしょうか。どちらにしても今回のことは JAL 側に非はないはずだと最初から思ってます。どう見たってそうだよね。 JAL 側に問題なんか微塵のかけらもないのに業務上過失致死傷でね動いてるっておかしな話なんだよ、これはね。誰がどう見たってそう思うよね。で、機長はどうやって脱出したんだっていう、衝突で飛び出たっていうね、そんな情報もなんかあったよみたいな、なんか誰か書いてたような気がするんだけど、ドーンと言って自分だけで、ね、よいしょっつってわーってこう出たとは考えにくいし、あの状況でね。で、まあ速報、海保の男性機長管制官から離陸許可が出ていたと話す。日航機と海保機の衝突事故をめぐり主張が食い違う。ここだね、問題はね。海保の機長は大やけどを負って治療を受けていますが、意識はあり、聞き取りに対し管制官から離陸の許可が出ていたと話していることが関係者への取材で分かりました。で、ここなんだよ。これの記事、管制官からは海保機に対して侵入許可は出していないことが明らかになったが、海保側の機長は事故後、滑走路の侵入許可を得た上で侵入したと説明していたというっていう、これが機長の言葉として。で、この内容はあくまでも、意識はあり、機長に対し管制官から離陸の許可が出ていたと話していることが関係者への取材で分かりました。この関係者への取材で、関係者が勝手に言っているのか、それとも機長が意識があって、機長がこれを喋っていたよっていう関係者が言ったのか。ね。だから本当にね、ここのところが伝言ゲームというか、バケツリレーというか、あと都合のいい改ざんがあったのかどうかっていうね、これは本当に、機長じくじくの言葉として聞きたいよね、これは。で、こんな視聴者様からのね、僕も、JAL がゴーアラウンドできる距離ではなかったのかもしれない。だとしたら、海保機は JAL が離陸寸前に割り込んできたことになる。極めて悪質な行為だ。上空を見上げて危険を察知することだってできたはず。コミュニケーションミスというよりも、もはやマインドの問題です。海上保安庁と航空管制官局及び国土交通省の責任は重いです。こっちだよね。で、普通にね、考えてみて、どんなものを操縦する人も、前方をね、行くときには視界が広いところをね、こうやって、キョロキョロ、全体を見渡さず、で、スーってこう曲がるときも、こっちも見て、ないよね、こっちもぶつかるもんないよねって味を見ながら、こう行くはず。それで、離陸許可がね、出たんだとするならば、じゃあ、飛ぶってことじゃん。そのときに、シーカス走路にね、こう出るときに、じゃあもう飛ぶ、許可が出たから飛ぶって出るわけでしょ？飛ぶって出たときに、この滑走路に出るときも必ず右と左を見るはずだし、で、侵入してくるものがないかどうか、最低限見ない。見るよね。見るなと言われても、見るよね。見るためにコックピットが一番前についてて、こんな透明になってるわけでしょ？そうでしょ？で、あと、目視ができる窓もついてるけども、目視ができない部分のモニターで見れるわけでしょ？だからね、これどう考えてもね、こういう
このご意見を見ていて、確かにその解放側が飛ぼう許可が出たんだっつって滑走路に飛び出たんだったら、その前に最低限の安全確認するよね。これ逆の立場だって考えてるよ。自分がパイロットだったらそうしない、そうするよね。だこれやっぱりね、どう考えてもぶつかるっていうことはもう着陸態勢に入ってる、時間がほぼないわけじゃん。でその無線が双方を聞いてるのか聞いてないのかっていうのもね、まだ定かではないけれども、どう考えたってそうだよね。安全確認はするよね、本当。で、あと滑走路、本当にね、羽田ね、やっぱり忙しい、ものすごくね。まあ成田も忙しいし、福岡空港も忙しいね。本当に分刻みで、でもそんな中にのんびりと何分もかけてね、自分一機だけ飛ばさすために、まあ独占するわけにはいかないよね、その滑走路を。だから飛行機乗ったことがある人だったら、一回ずっと停止して待ってて、離陸許可が出てからぐーって行って、で一回飛び立つとこで止まって、エンジンをぐーってやって上げて、それからブワーって、意外と結構早く行くよね。エンジンを上昇するまで、ね、そんな長い時間いないよね。で、逆に今回の解放機っていうのはちっちゃいわけだし、ね、確かプロペラついてよね。そんなにジャンボみたいにうーっていう時間もかかるわけではないしね、停止をしてとっとと飛び立つはずだしね。じゃあ一個前の方が言ったように、じゃあ直前に入り込んだのだとしたら、じゃあ直前に入り込んだとしても、こう先端がこうではないわけだから、やっぱこうなってるところにこうだから、そうすると割り込むとしたら、余計にキーンって来てる、ここの飛行機がね、わかるだろうし、夜のは特に目立つし、昼間だってブルーインパルスがね、あっちからこうやって来てね、こうやって来るときにわかるじゃん、光が。国章ぐらい、みんな見たことあるんでしょ。飛行機って結構昼間でも光見えるんだよ。だこの着陸態勢に入ってからここに来るまでに、まあ時間的にはわずかなんだけど、遠くから来てもこう見えるんだよ。だからそこの滑走路に合流して、こうやって見れば、着陸、数前に来たんだったら着陸態勢に来てる旅客機がわからないわけがないんだよ、どう考えても。そう考えると、直前にこう来てるところに飛び出てダーンっていうのは、自力走行でツーっていう速度から考えるとどうなんだろうなーっていう、もうこうやってツーって来たとこにバーンってぶつかって動いてるものがなかったから、どう見ても解放機は停止してるんだよ。停止してるってことは直前に割り込んで動いて、だから航空力でわーって飛び出てっていう感じではないように見えるんだよ、動画からは。なんとなくね。だからね、この上空見上げて危険を察知することができたかどうか、どの道で着陸態勢に入って着陸するまでの時間っていうものがあるわけで、滑走路を使う時間っていうのは本当分刻みで、そんな長い時間使えないことを思うと察知はできるはずなんだよね、彼がね。これね、本当おかしいんだよ。はっきり言って解放機長の慢心じゃなきゃこんなミスは起きないよ。研究機が優先されるはずだという思い込みが、勝手な理解がつながっているっていう ね。だからね、その優先、
このね、ナンバーワンっていう言葉が出てくるけれども、ね、別の人のあれで、あなた1番、2番、3番っていう、当然、着陸と離陸の1番、2番、3番っていうのはね、今さっき投稿してくれた人の、なんか、もっと足りない部分があるやつを翻訳してくれたやつを投稿してくれた方がいて、それ見ると、後ろの方にもね、あるんだよ、ちゃんと。だからそのね、ナンバーワンの意味を、ちょっと違って取ったんじゃないかっていう。いや、でも、ベテラン機長だよね。そのベテラン機長、そして、海保の機長をやってからも、結構長く飛んでる、もうベテランなんだよ。で、何年間か、海保の、その機長も何年間やってるし、まあ、フライト時間も7時ぐらいだから、かなり結構飛んでるんで、だからね、そんなベテランが、そういうミッションをするのかなっていう。で、逆に今度ね、国土交通省が発表した一部の内容と、さっき視聴者さんがアップしてくれた長いやりとりがあるんだけど、本当に都合のいいところだけ、この、つまんで発表していたとしたら、っていうのがあって、いや、これ本当ね、あの会見でふざけた会見やって、やっぱりね、責任のことって何も言えない。どうしよう、時間稼ぎ。で、何か細工してるって。やっぱそう考えちゃうよ。ほんとね。これはね、おかしい。で、3日の段階でこれだけの情報が公開された後に、なんで、その、業務上過失致死傷容疑で、日報機関で、一番の被害者で、何も非がない、ゼロ。ゼロでしょ？ゼロ。もう、先ようがない、ゼロ。ちゃんと管制からも許可をもらっている。ね、復唱もしてる。で、着陸、暗闇の中、ね、通常の着陸をしている。どこに非があるの？おかしいよね。だから本当、このやり取りが公開される前じゃなくて、今日だからね。だからおかしいでしょ？警察署って。警視庁か。どう考えてもおかしいでしょ？おかしいんだよ。だからここに、どんな力が、どんな黒い力が働いてるの？何が何でも、こっち側に責任をなすにつけたり、業務上の過失がどこにあるんだっていう。だこの、海保機側の過失っていうのが、だって、どう考えたって、明らかなわけじゃん。だこの記事っていうか、おかしいよね。で、まあ、どの道ね、業務上過失ちっていうか、電車のやつを見ててもね、止まることができない。でも、止まろうとする努力があったかとか、そういったものがあればね、その、最終的には業務上過失致死は問われないよっていう、実際電車乗ってる人のアンサーとかそういったのもあるし、この航空機も同じ、このパイロットの人が、この罪なのかっていうと、罪はないよね。で、会って、気がついた時の回復行動があるかどうか、ね、それだけでも知れたか。だから、これ、該当するものはないけど、この容疑をかける、この容疑をかけてる、この警視庁が、これがなんでそんな動きをするのっていう、こっちに対してでしょっていう、飛び出てるんだから。だって、これがこっち側にだけかけて捜査するっていうのは、こっち側に離陸許可を出してて、こっちは着陸許可が出てないのに、勝手に降りたがために、解放機の方にぶつかって、事故が起きて亡くなったっていうような話はわかるよ。逆だよね、これね。だから電車と同じで飛び込まれた、回復機に飛び込まれていい迷惑をこう持ってるんだよ。まだ買って2021年とかにね、に収められた、まだ綺麗な機体だったし。この損害をどこが弁償してくれるの？で、
これやってることがねおかしいんだよね。なんでこれはこうなるか教えてくれる人いる？なんでこっち側の業務上過失致がなんであのこの解放機側にとそれで C 課長で調べないのか、なんでどうして意味わかんない何か黒いものを感じてしまうのは欲しいだけでしょうか、ね、皆さんの考えもねまたお聞きしてあります。またね、もう眠くなってきたよ。ほんと今何時、ね、もう23時、ね、お腹空いてきたよ足もしびれちゃったよ、ね、はい。そんなわけで、でもおじいは光ることとか納得できないことは一個でも多く記録として残しておきます。でないと、安倍さんの時もそうだけど、人はみんな記憶から剥がれて、あの時あれでこうやね、記事を見ていたのに、いろんなニュースが消されるんです。消される。税務署の上なんだっけ、あれ。ほら、親分。国税局。ね。国税局がパパ活してたとかね、あれがわずか6日ぐらいで記事が抹消されてるんだよ。どのやつも。NHK だけ残ってたかな。黒い力が働いてるよね。本当。で、安倍さんの時もそうだけど、ああ、そういえばあれがあったりこうだったりってみんなちょっと時間経つとすぐ忘れちゃうので、ね。おじいも忘れやすいから、だから思ったこととかその時にあった記事、本当におじいが引用しているものがみんな記事がなくなっていくから、都合が悪いものが一瞬出るんだよ。だから散髪音がしたとかね、そういったあの証言なりもみんな記事も消えちゃうし、ね、だからこそ拾える時に拾っておくにはね、もう少し待ったら消されるんだよ。日本ってそういう国だから、ね、はい。そんなわけでね、まあ、コメントすごいたくさんいただいてて全員拾いたいんだけど拾いきれないので、ね、そこのところはちょっとご了承ください、ね、一応チェックしてチェックマークするからね、ちゃんと全部読んでるからね、それを皆さんのいただいた内容を参考にしながら動画を作ってる、そういうチャンネルなんで、ね、はい。そんなわけでね、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ご意見をたくさん募集しているので、どうぞね、いっぱい書いてください。またね、バイバイ。